スタートです。じゃあ僕が選んだのはこのフルーツサンドです。でフルーツサンドには空心菜で猿なしの塩をかけたいと思います。同じフルーツ同士合うはず。で、まあ、スイカに下手くそなんです。スイカに塩をかけると甘くなる、まあ、その原理でこれもより甘くなる。まずより甘くなる。食いたいと思います。うまい。中にアウト。いつ中にアウト。うまいな。うまい。私もうまいです。めちゃめちゃいいよ。じゃあ設定の待って、ちょっと手づらいぐい。びっしょびしょ。めちゃめちゃいいよ。じゃあ猿なしの塩をかけていきたいと思います。多分間違えてる。間違えてるんですね。なんか、ね、違うよね。失敗かけて。ほんとうまい。どう、なんか食べたい人。マジ優勝。一人目だ。当たり前。一番目の1位。本当に甘さがよりまして、やっぱスイカに。アウト。何？甘いです。甘いにしました。絶対言う。スイカ理論と一緒。吸い取ってくれてる。甘いものに塩かけるとより甘くなる。その理論で美味しくなります。フルーツサンド何が入ってるんですか？フルーツだよ。なんでそんな喧嘩腰なんだよ。わかんないだろ。絵に映ってないから説明してもらわないと。こんな感じです。どのフルーツが好きですか、ゆずさん？私、この中に入ってないですね。あ、そうか。はい。じゃあ、僕からは以上です。気持ち悪かった。あ、じゃあ僕こっちの、はい、空心菜地をいきたいと思います。で、それにかけるのがこのフィリピン産バナナ。やっぱり逆だけど、それにかけるんじゃないか。それをかける。バナナかけるのは難しい。日本語が難しい。日本語ね。そうですね。これをバナナにかけます。はい。これ、まあ、バナナがやっぱ僕好きなんで、しっかり味わいながら空心菜もどんな変化になるのかいきたいと思います。じゃあ、初めからいきます。ちょっとだな。結構塩って見にくいんで、これ結構かかってます。じゃあ、いきます。どうですか？ダメだ。ダメだ。ダメか。ダメか。ダメか。全てが盗まれてしまった。こっちは。こっち行きます。すいません。ちょっと空心菜の良さを全て消して。あ、なるほど。はい。やっぱりその永井くんのね、フルーツフルーツ理論。ちょっとそこに信じて、ちょっともう一回行きたいですね。本当だね。さっきのちょっと塩が残ってる。え、結構かけて。うん、ごちょごちょ。あ、これ出ない。全然出ないね。ほんとだ。うん。じゃあ、いきます。どうした？どうした？衛生放送。負けでいいです。負けでいい。マジ？あ、おいしくはないかも。でしょうね。バナナ好きなんですけど、
塩かけて食べる。塩はないですね、これ。あ、味噌マッチ。塩はなし。塩はなし。これはなしです。なしです。はい。結果ね。結果。これは検証結果なんで。いいことね。うん、そのままのが美味しい。次の企画で取り返そう。そうですね。